そうすると私たちはどうしたらいいかというと、善言というのは良い行いを積むことなんですね。良い行いをだん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 積んでいきますと、それが根になって、そしていい功徳をそのいただくことができるんですね。だから良い行為をこの行って、そして自分の無常の心をそれによって助けていくんだと。無常の心というのはこの上ない心、悟りを求める心ですね。あるいは永遠の仏を知ろうとする心ですね。でそういうものを助けるためには私たちが良い行いを積んでいかなきゃいけないということを言ってる。それでこの無常の心を助けるためにさまざまなことを行っていかなきゃいけないんですね。それを分別功徳本で説いていくわけです。はい、で無常の心というのはですから、もう最高の悟りを求める気持ちということですね。だから最高の心、私たちの心にはいろんな心がありますよね。普段の仕事でも立派にその仕事をやっていこうとか、いろんな気持ちがあります、願いがあります。そういう中で無常の願いは何かというと、仏様の命を知ることなんだと、あるいは自分が悟りを求めて仏になることなんだと。だから仏様になること、これがなりたいと思う気持ち、これが無常の心なんですね。でそういうものを、助けるためにはいろんなことをやっていかなきゃいけないと一言で言えば善根ですね。それをまた分別功徳本ではこういうこともやらなきゃいけない、こういうこともやらなきゃいけないと説いているんです。それが普通大乗仏教では六波羅蜜と言いましてね、6つのやり方があるんですが、分別功徳本ではその中の5つを挙げていくわけですね。ただ神田先生ね、確かに今のそのお話の中でですね、その善根、良い行いを積んでいく、で一生懸命その念ずる、そのことで、大きな命というか、もう全宇宙のその存在みたいなものを、大いなる命をその知ることができるのだ、というふうにね、そのおっしゃると、目的は説いているみたいなんですけれども、ただやはりこう我々はですね、やっぱどうしてもなかなか自分自身が自分の命を生きているんだっていうところからですね、やっぱりこう抜けきれない部分があるんですよね。それはもうしょうがないんですね。しかし本当は自分というのは自分ではなくて、もっと大きな命に支えられている自分だということを仏教では説くんですね。例えば呼吸一つ考えていただきますとね、息を吸い込むということは天地の空気、呼吸をね、命をいただくわけでしょ。それから息を吐くということは自分の中にあるものを天地に吐いていくわけですね。ですから自分と天地というもの、あるいは虚空と言ってもいいですよ。虚という字に空という字書いてね、虚空の命というものは一つに通ってるわけなんですね。だから自分だと思ってる自分のこの体もね、実は虚空天地の一部分に過ぎないわけですよね。でそれは呼吸一つ考えてみてもそうだし、それから時間的にこう考えますとね、この宇宙がいつから始まったか分かりませんが、そのハワイの望遠鏡から見ますとね、50億光年の銀河が分かるって言ってみますでしょ。そうすると空間的にも無限ですよね。時間的にもある意味では無限ですね。そういう宇宙の生命力がこうありまして、その中から私というものが幸いその父母からこう生まれてきましてね、それは遺伝子を持って生まれてきて、そして人化になって生まれてるわけでしょ。そしてそれも70年とか80年とか100年とかこう虚空の命から分かれて生まれてきて、この世で生きて働いていくわけですが、いずれはまた虚空の中に消えていくわけですね。ですから虚空自体はもう永遠なもんですね。そういう永遠の生命からちょっと分かれて、
この一生終わりましてね、そしてまた虚空の中に帰っていくんだと考えるんですね、うん、そうすると人間の、 あの私の命で私の体には違いないんですが、この私の体がですね、あのそういう自分だけのものではない、大きな命の中の一部であると、それはあの空間的にも無限の中の一粒に過ぎませんね、時間的にも永遠の生命の中の一微塵と、仏教では微塵って、まあ、ほんとゴミですね、過ぎないということが分かりますと、また違ってくるわけですね、はい、もし自分がそうしたその果てしのないその大宇宙の中に抱えられて生きているんだっていうふうに思うことができれば、はい、例えば苦しみだとか悲しみだとか、その人間の今生きてるこの世界の中の言葉がですね、実にあのまあいいんだよいいんだよっていうふうに思えるのではないかまあそうですねそうすると、まあ、人間がこの世でねやってるいろんな悩みや苦しみがありますが、そういうものも本当にね本当に小さな泡に過ぎない、しかしその小さな小さな泡が自分自身を苦しめて自分ももがくわけですがね、しかしその背後には永遠の命というものがあるんだと、それをまああの法華経ではね、この永遠の如来の命、仏の生命というふうに呼んでるわけですが、それをまずしっかりと認めることですね、それによって気持ちが変わってきます。はい、それじゃあ具体的にどういうようなことをやって善根を積むのかというようなことが、まあ次にあの、はい、ちょっとおっしゃったそうです、ね、腹蜜の話にもなってくるわけでありますが、はい。